本日はオーシャンクラウンズ2022横浜にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます半田愛と申します。一日どうぞよろしくお願いいたします。さてオーシャンクラウンズ2022横浜がいよいよスタートいたしました。この花冠は現地他市の人も日常パーティーなどでも身近につけており、花や緑はタヒチの文化、タヒチアンダンスの衣装にも欠かせないものです。暮らしを美しく豊かに彩っている花や緑の大切さを本日行われるタヒチアンダンスステージを通して身近に感じていただきたいと思います。そして皆様の後ろにはイベントを盛り上げていただく出店ブースキッチンカーが出ております。本日はパティティカタヒチ、アネラウィンク、オプレージュバイ大西パールのブース、タヒチの雑貨やお土産用の商品、限定品、アクセサリー、ジュエリーなどを販売しております。またアイムキッチン、リングスキッチン、タヒチプロモーションのキッチンカーでは美味しいものたくさんです。そしてひなのビールやロトゥイのパイナップルジュース、ぜひタヒチのドリンクもお楽しみください。さてこれからタヒチアンダンススタジオオリタヒチ生徒様によるタヒチアンダンスステージの開演となります。出演する生徒様もそしてお客様もお待ちかねのダンスステージがもう間もなく開演となりますが、その前に皆様にお願いと注意事項を申し上げます。新型コロナウイルス等の感染症対策として当会場内に消毒液を設置しておりますのでご利用ください。また手洗いの励行や咳やくしゃみの際にマスクやハンカチ等で口や鼻を覆うなど咳エチケットにご配慮いただきますようお願いいたします。なおこの会場内は外気をしっかりと取り込めるよう換気は万全の対策で行っております。本公演自由席となっておりますが、お客様同士の間隔を保っていただき、ご観覧いただけますようにお願いいたします。ショーの公演中盛り上がってきますとつい大きな声での声援になってしまうかと思いますが、会場内お客様からのコールや声かけは今回はご遠慮をいただいております。応援する気持ちはぜひ大きな拍手に乗せてダンサーへ届けてください。それでは続きまして注意事項です。当ホール内は禁煙となっております。ショー公演中のフラッシュ動画撮影は固くお断り申し上げます。スマートフォン携帯電話での静止画の写真撮影のみに可能となります。また地震の際は公演を一時止めさせていただくことがございますのであらかじめご了承ください。慌てずにお席にて頭を保護するなどの身の安全を確保する姿勢をお取りください。どうぞよろしくお願いいたします。さてそれでは大変お待たせいたしました、タヒチアンダンススタジオオリタヒチ主催の寺京子先生にここでご登場いただきます。大きな拍手でお迎えください。京子さんお願いいたします。皆さんやわらなやわらなやわらな、タヒチアンダンススタジオオリタヒチの主催をしております寺京子です。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう早速たくさんのお客様にお集まりいただきました。京子先生、はい、本日はお集まりいただきどうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、出演者の方もそしてこの会場に応援に駆けつけてくださった皆さんも、はい、本当にタヒチアンダンスを通してみんなでハッピーになりたいなと思います、はい、もう盛り上げて一日頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さてそれでは続きまして、はい、京子先生オリタヒチの、講師そしてアシスタントの皆様にもご登場いただきたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。講師の皆さんアシスタントの皆さんです。どうぞ拍手でお迎えください。それでは一言ずつご挨拶をお願いいたします。皆さんやわらな大半うりょうこです。よろしくお願いします。今日は皆さんたくさん練習してきたと思うので
まあ、成果を出してとかっていうときっと緊張しちゃうと思うので楽しんで頑張って踊ってください。皆さんも応援よろしくお願いします。皆さん、ヤオランナーエミです。今日は、外の天気も、ね、非常に良くなりまして、美味しそうなロツイスムージーなどの販売もございますので飲み物も楽しんでいただきながら、そして出演する生徒さんの皆さんは最後まで元気いっぱい頑張っていただけたらと思います。そして温かい声援拍手でよろしくお願いします。皆さん、イヤオランナー講師の愛です。生徒さんたちはこの日のために一生懸命練習してきましたので、最後まで5000円ではなく温かい拍手で応援の方をお願いいたします。皆さん、イヤオランナーさきです。おはようございます。いよいよこの日がやってまいりました。最高の発表会日和になりましたね。皆さん、もう悔いのないパフォーマンスをやりきってください。お客様の皆様も温かい目でお見守りください。今日は一日よろしくお願いいたします。皆様、ヤオランナーめぐみです。今日は一日よろしくお願いいたします。今日初めて踊る方も長い生徒さんもいると思いますが、緊張せずに楽しく踊れるように願っています。頑張りましょう。ありました。講師のみんなもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では講師の皆様にはこの後ですね、早速トップバッターで踊っていただきますので、ご準備をお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。さあ、ということでもう以上いろいろね、いよいよですね、はい、始まりました。ということで早速トップバッターは、今ご挨拶をいただきました講師の皆様ということで、はい、では早速ご紹介をしていきたいなと、思うんですが、京子先生、選曲が、はい、タマヒネアターロアということで、はい、どんなステージになりますか。はい、このターロアというのは本当に興味深い神様の名前なんですけども、はい、タヒチの文化というか、タヒチの歴史ではそのターロアが地球のすべてのものを作ったと、うんうん、そういう天地創造の神なんですけれども、はい、そのターロアの曲をまず今日のトップバッターには選ばさせていただきました。はい、うちの講師たちは本当に勉強してます。タヒチの文化やダンスや、ね、タヒチ語も本当に勉強してるんです。なのできっとね、みんなのお手本になるような素敵な素晴らしい踊りを見せてくれるんではないかなと思います、はい、ね。ということで、それではお楽しみいただきたいと思います。プログラムナンバー1、講師クラス皆様にご披露いただきます。テ・タマヒネア・ターロアです。どうぞ。Oh,
ありがとうございました、本日のトップを飾ってくださいました講師クラスの皆様でした。今一度大きな拍手をお送りください。早速皆様ステージに引き込まれたかと思います。まずは講師の皆さんにご披露いただきました。さて皆様ステージプログラムなんですが、受付とそれから皆様が座っていらっしゃる客席の後方にですねこういったの QR コードが、貼ってございますので、必要な方はこちらから読み取ってステージプログラムご確認ください。本日は53のチーム53のプログラムがございます。どうぞお楽しみください。さてそれではお待たせいたしました。続いては横浜校火曜日佐紀先生が担当されているクラスです。元気いっぱい横浜校の子どもクラスです。今回は出演できなかったメンバーの思いも乗せて頑張ります。今回はオテアマヌという鳥の様子を表します。元気いっぱいの鳥たちが飛び立ち皆さんを楽しませてくれることでしょう。ぜひ楽しんでご覧ください。それでは横浜校火曜日佐紀先生が担当されているクラスの皆さんでオテアマヌです。どうぞ。
横浜湖の火曜日、元気いっぱいの子どもクラスの皆さんでした。可愛い鳥たち演じてくれました。では続きまして、プログラムナンバー3、新宿校の水曜日12時30分からのクラス、涼子先生が担当されています。今回はオテやウクケケを踊ります。その名の通りウクレレの楽しい曲です。特に2番に出てくる太陽の日差しを浴びて物イオイルを体に塗るシーンが私たちは大好きです。そのシーンで元気なイメージのオテアの中でも女性らしさを表現したいと思い練習してきました。人数は2人と少ないですが、どのクラスよりも元気で楽しく、そして女性らしく踊りたいと思います。応援よろしくお願いします。それではプログラムナンバー3、新宿校水曜日12時30分のクラスでオテアウクケケです。どうぞ。どうぞ拍手でお送りください。新宿校の水曜日12時30分からのクラス、オテアウクケケを踊っていただきました。では続きまして、プログラムナンバー4、横浜校のイベントクラス、ティパニエアピの登場です。横浜校昼間のイベントクラスのティパニエアピです。前回の発表会と引き続き同じ課題曲で踊ります。これまでショーでもレッスンでもみんなで同じイメージを作り踊りを深めてきました。昔王様が水を禁止された時代がありました。喉は渇き、鳥さえも飛ばなくなり音が響かない世界、ティパニエアピの世界観をお楽しみください。それでは横浜校のイベントクラス、ティパニエアピでテタプのテピーです。どうぞ。
たくさんの拍手ありがとうございます。横浜校のイベントクラス、恵美先生が担当されておりますティファニエアピのステージでした。それでは続きましてプログラムナンバー5、横浜校の土曜日11時45分のクラス、恵美先生が担当されています。初めて発表会に出演するメンバーも加わり、いつも明るく優しい雰囲気のクラスです。今回の曲は船に乗って島を目指します。船の上では入ってきた水を捨てたり、島に到着して歓迎の礼をかけてもらったり、ストーリーがあります。みんなで一隻の船に乗って出発します。どうぞご覧ください。それでは横浜港土曜日11時45分のクラスで、オテアタヒトです。どうぞ。
ありがとうございました。どうぞお拍手でお送りください。ストーリーを感じることができましたね。横浜校の土曜日11時45分からのクラスの皆さんでした。では続きましてプログラムナンバー6です。横浜校の金曜日19時30分からのクラス、めぐみ先生が担当されています。少人数ですがチームワークがとてもいいクラスです。マヌはタヒチ語で鳥という意味があります。物語を表現することの楽しさと、今回は発表会に向けてステップの強化を頑張ってきました。ステップの意味を少しずつ頭と体で理解できるようになり、楽しさが広がってきている今日この頃、今日はしっかりとしたステップが踏めることを楽しみにしています。それでは3人の素敵なマヌ、どうぞお楽しみください。横浜校金曜日19時30分のクラスで、オテアマヌです。どうぞ。3人の素敵なマヌ、3人の素敵な鳥、素晴らしいステージでした。
では続きましてプログラムナンバー7です。横浜校の水曜日12時10分からのクラス、京子先生が担当されています。若い男女2人がカヌーで駆け落ちに出るところからストーリーは始まります。幸せな2人ですが、いざ思いのままに行動すると幸せだけでは乗り越えられないさまざまな葛藤、2人の幸せな様子から揺さぶられる心の様子、難しい振り付けや表現に苦戦した時もありましたが、今日はみんなで精一杯物語を伝えます。カヌーに乗って進むような構成にもご注目ください。それでは横浜校水曜日12時10分からのクラスの皆さんで、テーアナパどうぞ。どうぞ拍手でお送りください。横浜校の水曜日12時10分からのクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー8です。横浜校の火曜日19時からのクラス、恵美先生が担当されています。新しい仲間が2名増えたいつも賑やかクラス、今回の曲は思いを寄せ合う2人がカヌーに乗り
海の上での出来事のお話です。愛し合う2人は認めてもらえない恋仲です。好きな人と石になってしまうのか、決められた人生を生きるのか、彼女は光る方を選びました。この曲の舞台となる海をイメージした衣装は全て手作りです。この海の上で2人はどうなってしまうのか、ぜひご覧ください。それでは横浜港火曜日19時のクラスの皆さんで、オテアテアナパです。どうぞ。ありがとうございました。すべて手作りだという衣装も素敵でしたね。横浜港の火曜日19時からのクラスの皆さんでした。続きまして新宿港金曜日19時からのクラスで、の皆さんです。恵美先生が担当されています。私はあなたに言いました、あなたはとても美しいから始まるこの曲は、曲の意味と同じくとても美しいメロディーラインが心に残ります。あまりにも美しく私の人生は狂ってしまった、彼女と出会えたことで平凡から光をもらった、そんな美しく高貴な女性をイメージした衣装にもご注目いただき、最後までお楽しみください。それでは新宿港金曜日19時のクラスの皆さんで、エウアパラウエヒアナオエ、どうぞ。
ございました。どうぞ拍手でお送りください。新宿校の金曜日19時からのクラスの皆さんでした。続きましてはプログラムナンバー10です。愛先生が担当されている新宿校の火曜日15時15分、そして名古屋校木曜日の21時のクラスの皆さんです。新宿校名古屋校の合同クラス出演です。両校とも初めての発表会を迎えた生徒さんがいらっしゃいます。ひなのちゃんになりきって見てくださる皆さんも一緒に踊りたくなってしまうようなハッピーなダンスを披露いたします。今日が初めて合わせることになる合同クラスならではの構成にもご注目ください。それでは新宿校火曜日15時15分、名古屋校木曜日21時のクラスの皆さんで、お手やひなのです。どうぞ。新宿校と名古屋校の合同クラスのステージでした。ありがとうございます。今回が初めての発表会という生徒さんもいらっしゃいました。新宿校火曜日の15時15分、そして名古屋校木曜日21時のクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー11です。横浜校月曜日19時20分のクラス、愛先生が担当されています。ポマレ王朝時代を描写されている少し難しい曲にチャレンジしました。
難しい曲も気持ちを合わせ、見てくださる皆様に5人の表現が伝わりますように踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは横浜港月曜日19時20分のクラスの皆さんで、テタプのテピーです。どうぞ。とてもこのステージに入るブルーの衣装も素敵でしたね。横浜港の月曜日19時20分からのクラスの皆さんでした。続きまして横浜港火曜日11時からのクラス、さき先生が担当されています。この愛またという曲を1年以上かけて理解し深めてきたこのクラス、表現をよりリアルにするために細かいイメージや気持ちもみんなで考えてきました。
たくさん練習を重ねてきた分、安心していつも通りのみんなでステージを楽しんでねと咲先生からコメントをいただいています。それでは横浜校火曜日11時からのクラスの皆さんで、ナタウ・ヘレイティ・アイマタです。どうぞ。
ありがとうございました。横浜校の火曜日11時からのクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー13です。横浜校の火曜日11時からのクラス、京子先生が担当されています。今回の発表会は難しい振り付けと複雑な構成でオテやタアロアを披露いたします。練習の段階ではなかなか構成がうまくまとまらずとても苦戦しましたが、底力で乗り越えられました。いつも通りで踊れたら最高です。見てくださる方々にみんなの思いが届きますように、京子先生からです。それでは横浜校火曜日11時からのクラスの皆さんでオテアタアロアどうぞ。ありがとうございました。
どうぞ拍手でお送りください。このダンスを通して皆さんの思いが伝わってまいりましたね。横浜校の火曜日11時からのクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー14です。横浜校火曜日20時25分のクラス、涼子先生が担当されています。この曲のタイトルであるタオは言葉という意味です。地球が誕生し、豊かな自然と生き物たちで繁栄し、そして言葉を与えられた私たちは、思考を言葉で表現し、祈りを捧げ、感謝の気持ちを伝えることができるようになりました。子孫への希望の言葉は欲求を宣言し、言葉は感情として記憶される、言葉は地球を作る。今回私たちはこのようなとてもとても難しい意味の曲にチャレンジしました。長年タヒチアンダンスを続けてきたクラスだからこそできる表現力にご注目ください。それでは横浜校火曜日 20時25分のクラスの皆さんでテタオです。どうぞ。
ありがとうございました。たくさんの応援もありがとうございます。言葉という意味のテータを踊ってくださいました。横浜港火曜日20時25分のクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー15です。新宿港月曜日21時20分のクラス、恵美先生が担当されています。夜一番遅いクラスですが、おはようございますと始まるみんなの笑顔とパワーのあるクラスです。そんなメンバーにぴったりな今回のこの曲。この世の中にはたくさんの女性が存在します。月の光のように優しい女性、情熱的で心の温かい女性、勇気のある女性、忍耐力のある女性、決断力のある女性。恵美先生より、それぞれの素晴らしい個性とチームワークで表現してください。それでは最後までお楽しみください。新宿校月曜日21時20分のクラスの皆さんで、デイホオヒナです。どうぞ。
ありがとうございました。新宿校の月曜日21時20分のクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー16です。新宿校水曜日19時30分のクラスの皆さんです。愛先生が担当されています。タシチでは街を歩けばウクレレの音がどこからともなく聞こえてきます。笑顔にあふれ、こちらも温かい気持ちになります。そんな温かい雰囲気を持ち合わせたこのクラスにぴったりなお手合を踊らせていただきます。全員で気持ちを合わせ表現しますので、ぜひご覧ください。新宿校水曜日19時30分のクラスの皆さんでお手合うくけけ、どうぞ。ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。新宿校の水曜日19時30分のクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー17です。横浜校木曜日12時45分のクラス、京子先生が担当されています。このクラスはシェイプアップ目的としたスロートレーニングのクラスです。タヒチアンダンスのスローな動きはインナーマッスルを鍛え、ダイエット効果抜群。またこのクラスは一つの曲に対してじっくりと理解を深めて丁寧に振り付けを学んでいます。これから踊る愛の参加は特にこのクラスが時間をかけてじっくりと追求してきた一曲です。このダンスを通して強い愛を表現します。ぜひご覧ください。それでは横浜校木曜日12時45分のクラスの皆さんでリムアラムールです。どうぞ。
ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. ありがとうございました。リマ・ラムール愛の賛歌、ステージご披露いただきました。横浜港の木曜日12時45分のクラスの皆さんでした。続きましてプログラムナンバー18です。新宿校のイベントクラス、恵美先生が担当されているヘレヌイの登場です。さまざまなイベントに出演させていただき、ステージキャリアの多いメンバーです。経験を積みながら表現を楽しみ、仲間を思い合うことのできるヘレヌイ、ヘレヌイの大きな愛を感じます。この曲は最近のショーでもお楽しみいただいているオテアです。テバの部族に追いかけられるモエテラウリ、逃げるモエテラウリをかくまった王様、そんなシーンから始まります。続きはステージをお楽しみください。それでは新宿校のイベントクラスヘレヌイでオテアタハテラ、どうぞ。
ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。たくさんの応援もありがとうございました。新宿校のイベントクラスヘレヌイのステージでした。それではこれをもちまして第1部を終了とさせていただきます。第2部のスタートは14時20分開始の予定となっております。ご観覧お買い物などお楽しみください。そしてですね、ただいまより会場の皆様と一緒に運動不足解消を兼ねたストレッチを行いたいと思います。それでは佐々木先生お願いします。お願いします。どうぞ拍手をお迎えください。はい、では今からストレッチの時間を始めたいと思いますので、ちょっと席を立ちたいと思うんですが、少しだけお付き合いお願いします。それでは音楽スタート。ラジオ体操第1脱出バージョンです。皆さん予備の運動からいきましょう。はい、1、2、さ、よかったら席立ちましょう。あれ、星が出てきました。はい、手を握って手足の運動。あ、いいですね。これタヒチアンダンスの男性のステップ、パオティの形に似てます。みんなもっと元気にできますか。そうですね、顔は笑って。腕を回します。外回し、打ちますと思ったらマヌー。はい、鳥が出てきました。はい、羽ばたきましょう。吸って吐いて、足を開いて胸の運動。1、2、腕を見ますと思ったら大きな月が出てきました。もう一回開いて、大きな月。あ、綺麗な満月です。はい、体を曲げる運動。そうです、と思ったらお花を取ってつける、取ってつける。はい、こっちにもお花取ってつける、取ってつける、取ってつける。 OK、 前に倒しましょう。大地を触って、はい、空を見上げます。はい、大地を触って、頑張れ。空を見上げて体をねじる運動です。思い出して、2、3、水を捨てる。はい、捨てる。みんなカヌーに乗った気持ちで、2、3、4、水を捨てる。はい、捨てる。手足の運動、1、2、3。お、いいですね。と思ったら綺麗な女性の体、ティノバヒね、髪の毛。1、2、3。最後は深呼吸、吸って吐いて、吸って吐いて。と思ったら星が輝き出しました。ピカ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 。皆さんお付き合いありがとうございました。ラジオ体操第1第1バージョンでした。では第2部もお楽しみください。ありがとうございました。皆さん素敵な体操でした。